ワイクルーとは、死に合唱する、死に礼を示すというニュアンスの意味を持つタイ語。タイにおける、ワイクルーの語は、学校の教師、スポーツのコーチなど広い対象へ使われるが、日本語でのワイクルーは、無エタ対競技前に行われる選手による舞踊様の、ものを指すことが多い。タイでは、毎年6月16日を、教師の日と定め、各種教育機関で行われる祭日としている。 また、生徒が、教師に対して、感謝、尊敬を示す日でもあることから、ワイクルーの日という呼び方も広く行われている。この日には、生徒は花、線香、ろうそくなどで、伝統様式のブーケを作り、ナスビの花を持参し、尊敬する先生に、一定の形式で差し上げる日である。このヒンドゥー教の影響の強い儀式を、ワイクルーという。なお、ここで、 ナスビの花を使う理由は、垂れたナスビの花は、人が頭を垂れているのに似ているという理由による。この日、教育機関では式場を設置し、選ばれた生徒によって、校長や管理職レベルの教員に対するワイクルーが行われる。一方で、個人的にワイクルーを行うことも可能である。学校のような教育機関だけでなく、無栄体、伝統舞踊。 伝統音楽などの指定関係の存在する私塾、などでも行われる。ムエタイのワイクルーエタ隊におけるワイクルーは試合前に行われる儀式である。日本語ではワイクーとも言うが、これはワイクルーをタイ人が発音した時の日本人への聞こえ方が反映されたものである。ワイクルーは死に礼を示すことであり、特徴的な武用様の動きをラムムアイという。 選手は、文婚という鉢巻きをつけ、笛や太鼓などによる音楽に合わせて、舞を演じる。ラムとは舞、あるいは踊りを意味する大語である。ラムム愛は、自己の競争心を高め、戦いの神に無事と勝利を祈るということが、建前となっている。また、昔は、屋外で試合を行っていたため、戦うにあたって、地面の状態を確かめるという意味合いもあった。しかし、 現代では単にウォーミングアップの目的で行われることも多い。このため必ずしも行わなくても良いが行った方が良いとされる。主に外国人などでラムムアイの作法を知らない選手でも試合開始前にロープに沿ってリングを一周しひざまずいてサンドレーをする行為は正式なムエタイでの義務である。なお、この時に選手は 自分の出生地の方角に向かうのが最も正しい作法と言われている。タイの一流選手の中にもラムムアイの部分をおざなりに済ます選手がいる一方、熱心に型を研究し、時間をかけてたっぷりとラムムアイを舞う選手もいるなど、様々である。バンコクのルンピニースタジアムでは、毎年12月に年間の各賞を発表し表彰するが、最優秀選手、 最優秀試合などとともに、最もワイクルーラムムアイが美しかった選手という表彰を回り、該当者はスタジアム創設記念工業の際にリングへ上がり、自慢のワイクルーラムムアイを披露する。ありがとうございます。